て CM の後なんですが、ふわふわ中継に参ります、うん、今日は取材拒否のお店に潜入し、しびれる辛さの麺料理をご紹介します。さあ続いてはふわふわ中継のコーナーです。今週もふわふわメンバーがリポートしてくれます。でははるかちゃんお願いします。はい、中継先のリポーターさん、誰かな、誰だ。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。こっちこっち、みゆっきー、ふわふわの遠藤みゆです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。久しぶりです。今日はどこに行ってるんですか。はい、そしてですね、今日はですね、はい、今日は渋谷に来ています。お、渋谷、ね、渋谷なんだ。ハチ公の反対側の明治通りにいます。ハチ公の反対側の明治通り、あー、あっちか、なるほど。はい、そしてですね、最近年の瀬が近づき、どんどん寒くなるかな中で、はい、今日は体の芯から温まる激辛料理をいただきたいと思います。年の瀬とか使わないですね。はい、そしてですね、激辛料理といえばこの人にもらっています。はい、どうぞ。どなたでしょう。どうも、フーガナリストのキムソンヒです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてですね、キムさんは、うん、日本フードアナリスト協会の評議員にも就任されていて、イベントプロデューサー、プロデュース、商品開発や執筆活動も行っていて、そしてですね、はい、2回目の登場ということもあり、アベニューファミリーなんです。ありがとうございます。はい、そしてですね、今日はキムさんの代名詞でもある激辛料理、うん、今日もとっておきのお店をお願いします。お願いします。じゃあ行きますか。はい、はい、こちらです。明治通りからちょっと入ったところか。すごい。そう、明治通りから一歩入ったところにあるんですけれども、はい、あ、見えてきましたね。あ、こっちね。お店はこちらです。中華料理のお店のシーメイハンさんです。シーメイハン、はい、看板が大きくあります。そうですね、わかりやすい。ここに、じゃあ入ってみましょうか。はい、お、どのぐらい辛いの。お邪魔します。ね、この間も中華だった。いや、すみません、お食事中のところ。めっちゃ賑わってるやん。忘年会、忘年会だ。とても賑やかになってます。今忘年会シーズン。忘年会シーズン。はい、にぎやか、にぎやか、すごいにぎやか。まさかここで生中継とは。こんなにぎやかな中で生中継。このお店、普段は一切取材を受けないんだって聞いたんですけど。そうなんですよ、あの地上波のテレビとかちょっと忙しいからお断りしてるみたいなんですけども、ちょっと私ここのオーナーさんと知り合いなので、お願いして受けていただきます。ありがとうございます。さすが。ここのお店のポイントとかってありますか。あの渋谷からすごい近い立地なんですけれども、非常にリーズナブルなんですよ。安いんです。あ、聞きました。とてもお手軽な。そう、メニューが多くて、でやっぱ激辛料理だけじゃなく、いろんな中国料理を楽しめるお店なんですね。誰でも楽しめますよ。ここ注目です。おお、じゃあ早速お料理の方をご紹介したいと思います。すごい。わ、え、辛そう。え、何これ。え、見てください。めっちゃ辛そう。この鍋、色がやばい。中国から取り寄せた鍋なんです。すごい、魚が入ってる。グツグツしてる。グツグツしてるじゃないですか。赤いし、中にはお魚が入ってるんですね。どんだけスパイス入ってるの。はい、見た目が真っ赤ですけれども、中にあの1匹お魚が入っていて、1匹感じて水に魚って書くんですよ。水は水族館やからね。水にクラゲ入ってるんですよ。真っ赤みたいな。びっくりしました。はい、食べましょうか。はい、どうやって食べるんですか。すごい湯気がすごいです。食べ方が難しい。いきます。え、上のスープもいくの。うわ、そう、オールラー油みたいな感じ。あ、これいい。やばいやばい、これやばいぞ。めっちゃ赤いです。めっちゃ辛いですね。早っ早っ。いや、これ喋りたくなるよ。辛い辛いでしょ。あの金さんが辛いって言うんだから、ね、これ辛いよ。後からあと旨味がぐちゃぐちゃ。熱いよ、熱いよ、熱いね。すごい。下の上で踊り上がるみたいに辛い。
これはグツグツや。あ、でも美味しいです。で、せえ、こせえ。豚げんこつとか鶏ガラスープ入ってるから旨味も入ってるね。あ、でも辛いだけじゃなくて、お魚が甘くて、そう、すごい美味しい。もうすぐクリスマスだから。真っ赤なお魚。うまい。そういうことです。だから紹介したかった。ね。これは中国に本当にあるお料理なんですか？スタジオの皆さん伝わります？この。あ、伝わります。上は油ですよね。伝わりますか？おお。油の中に下にスープが入ってる。普通してますけれども。罰ゲームじゃん。レンゲの色変わってますやん。早くも汗をかいてきました。熱い。これ一番辛さマックスなんですよ。辛さマックス。辛さ選べるんだよね。兄よく食べた。なんか 2,3 人前ありそうですね。これ実は四川の料理で麻婆豆腐に次ぐ人気料理なんですよ。すごい。麻婆豆腐好きです。ね、激辛の本場です、ね。これ四川料理。四川ですね。山椒も効いてるでしょ。温まってきましたか。山椒効いてる？ビリビリしてる？ビリビリしてる？でも意外と大丈夫だね。グリ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 。あ、でも魚が柔らかい。なんでだ、もう骨を持ってくださってるから食べやすいですね。お魚じゃなくて肉だと思う。石垣魚ってタンパクなんだけれども、こうやっていろんなスープと似てるから旨味がすごいあるんです。辛いのあんまり好まないんですよ、私実は。なんですけど、これはとっても美味しいです。食べれるんだ。よかった。あと、はい、おすすめがもう一品ありまして、刀削麺って知ってますか？刀削麺？刀で削る麺って書くんですけども、こうやってこう削って、この小麦粉ベースのこういう塊を削って、すごい！お湯の中に投げ入れる。それを紹介したいと思います。わー、楽しみ！来た来た来た。お腹いるやないか。おいー、でかい。やった、激辛やないか。すごい。うわー、でもうまそうだな。何か色が、色が違う。激辛さん、どういうことですか、これ。これ私の一番辛い激辛で、これは優しめな感じです。え、お肉が。しかもこれ、お箸。お箸ですね。ありがとうございます。すごいです、見てください。顔より大きいかもしれないね。大きい、手のひらぐらいありますよ。めっちゃでかい。早速食べちゃいますか。はい、ね、食べちゃって。野菜がいっぱい入ってね。野菜がもやしとか。スープが辛そうだよ。でも辛いから優しい。麺はどこにある？麺は刀削麺。これが刀削麺。そうです、そうです。そのひらひらとした感じ。これです、刀削麺。初刀削麺だね。あっちです。大きい。大きい。そう、すごい。お肉も。どうやって食べるの？いただきます。なんか牛丼とかの真似みたいになってる。辛い。辛い。大丈夫。あ、でも刀削麺。うん、刀削麺。どう、初刀削麺。すごいもちもちしてて、めっちゃ美味しいです。お、美味しい、いただきました。いや、この辛いのはないですけど、刀削麺。そうそう、このもちもちしてるのが病みつきになる。初めて食べた味。初めて食べた味。八角の香りとかが食欲をそそりますね。すごい。八角ですか。スタキムさん、辛くないんですか？余裕です。いや、絶対辛い。色が違います。クリスもちょっと暖かくなってきた。すごい、もうポカポカ暑いです。飲むラーメン。刀削麺、やっぱり削ってるってだけあって、うん、太さが違って、ね、食感も違って美味しいです。美味しい。そう、幅がこうあって、なんか厚みも少々あるから、もちもちして。すっごい食べたい、これ。贅沢な味。トロトロっといきたいな。温まりますね。高いですね。体がポカポカになってきたというところで。はい。はい、どうした？中継終わり？はい。うん、それでは、ここで中継を。お時間ということなので終わりにしたいと思います。これからもどんどん激辛料理を紹介していきます。ありがとうございます。よろしくお願いします。キムさん、ありがとうございます。以上、
ありがとうございました。いやー、美味しそうでしたね。美味しそう、東照明。食べたくなりました。でも今日はお土産はなしっぽいですね。あれないね。激辛食べたかったな。食べたかった。はい、みゆちゃんありがとうございました。ありがとうございました。はい、CM の後は最新のアプリを紹介するバイブスアプリです。うん、今日は人気ゲームメーカーセガに潜入してきたみたいです。皆さん、お見逃しなく。